こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、レギュラーグリップの時のセッティングがよくわかりませんという話ですね。で、まずスネアとか叩く時は右手であろうと左手であると、理想はですね、この支点に対してこうリムショットギリギリがいいんですよ。これが自分だとしたら、こうスティックがこう真上から落ちて、こう真下にこうボンって落とすためには、このリムショットギリギリにしとかないと、スティックの支点が上がっちゃうと、これだともうほぼほぼこう45度で当たっちゃうんですね。なので、こういうふうにレギュラーグリップっていうのは、もともと馬に乗って太鼓を叩く時にほぼほぼこう肩からかけちゃうんだよ。スネアがこの状態であるから、これをマッチ度で叩いてたらすごいやりにくかったから、誰かがこれをやり始めたわけですよ。そうすると、かっこいいし、いいじゃん、めっちゃ叩きやすいじゃん。確かに操作する指違うけど、これすごく合理的じゃんってなったわけですね。ところが、今そんなことはないんで、そうするとこうレギュラーグリップっていうのは、もともとはだからスネアがこういう角度、左がガンと上に上がってね、左がガンと上に上げて右が下がるっていう、これがやりやすいんですよ。どうしても腕の形上を、やっぱりこの方が、左が上に上がってる方が、なので昔の古いスタイルのジャズの人って、こう左上がガーンって上がってる人が多いですね。で、僕はどうするかというと、僕は師匠が斉藤淳さんなんで、僕はかなりこのレギュラーをやるときは、スネア自体を、ここをベルトのラインぐらいまで上げます。僕はいつもベルトのラインって考えてて、でベルトのラインよりも角度を上げて上にするんですよ。そうするとレギュラーもちょっと左手を下げればいけるし、マッチ度も結構叩きやすいんです。リムショットギリギリだから、オープンリムショットとクローズリムショットがほんのちょっとの角度で変えれるっていうのは理想です。だからこれも、理想ですね。だからフロアタムなんかも本当は、僕はこれぐらいで、これもリムショットがちゃんとかけれる。ハイタムはどこに置いても構わないですけど、基本的にタムがここにあろうが、ここにあろうが、ここにあろうが、パッてこう構えた時にリムショットギリギリになる角度だったらちょうどいいんですよ。でその時にレギュラーはどうしても通常はこうなるのを、ちょっとこう下げてあげなきゃいけない。ハウスグリップって僕も教えてもらいましたけど、要はこうサザエさんのお家になるような、ここが屋根でここがお家みたいな。でそうすると左手がどうしてもこうちょっと手を下げなきゃいけない。こういうふうに重ねてずらしていく。でここら辺で叩くと、これはすごくいいという感じですね。ただ手首がなかなかいきないので、で一時期ニューヨーカーで払ったっていうスタイルが、こうもうすごいスネア手前に持ってきて、でこう傾斜させる。そうするとそうマッチ度でもすごくこう前傾姿勢になるから、攻撃的な演奏になるらしいですね。大阪さんに聞きました。最近 のニューヨーカーみんなこれやっててさ、俺もちょっとしばらくやってたんだよとかって言ってましたけど、っていう風にね。だからスネアの角度っていうのはこうだったりこうだったりしますけど、僕はちょっとスネアをポイントはスネアを高めに設定して、でちょっと斜めに角度をつけてあげる。それかこういうスタイルにして、これちょっとね、見た目もかっこいいんですよね。このスネアをこう前傾にする。ただこうとはいえ、マッチ度がいくら使えるかって言っても体重が乗せきれにくいじゃないですか。もうちょっとスネア低くすればいけるかな。だからこうスネアすると意外とこれ一番低いんですけど、もっと低いスネアセッティングできるスネアだったら、スネアをこれぐらいにして、こういう風にしてっていけるかな思います。だからこっちの方がどっちかというと、この高さによるんですけど、これだとレギュラーだともう本当に、膝に当たっちゃうっていうか、太ももに当たっちゃうんですよね。だから相当左手下げなきゃいけないんで、だから全体的にちょっと上げてみたいな感じですね。でロックの場合はやっぱり体重をかけて抑え込みたい。なのでどうしてもこういうスタイルになるんで、左が上がってたりとか、こういう風だとよっぽど低くしないとうまくいかないと思うんです。だからジャズのスタイルでレギュラーをやるんであれば、
まあ僕がおすすめなのはちょっと高めにセットしてこれって感じですね。それだとちょっと体重も乗せれるのも出せるし、マッチ度でね。で、その流行りのスタイルでやろうと思うと、こう斜めにする。ね。で、もう古いスタイルでいいっていう方はもうこれみたいな感じ。だからどっちも持ち替えの場合は、左が上に向いてるのはあまりおすすめしないです。こっちか、こっちか。要は手前に傾斜させるか、向こう側に傾斜させるかっていうのが非常におすすめなんではないかなと思います。いろいろ試してみていただけるといいと思います。だからスネアのリムショット、このハイタムなんかの場合は、僕はちょっとこう平行ぐらいでこういうふうに叩いて、ちょっと左手を下げるんでね、普通でいけるんですけど、一時期はハイタムもこうしてたし、フロアタムも結構上げてましたね、こういうふうにし。今はもう左手をぐっと下げて叩くスタイルなんで、これでいけるかなと思います。というわけで、いろいろまあマッチドレギュラーの両頭使いの方はいろいろ悩むと思いますけど、これもまあ僕なりの見解なんで、まだ他にももっともっといい案があるかもしれないので、あったらぜひコメント欄書き込んでくださいね。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作るときのモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。